今から上げていきます。まあ、脳神経症状があったからね、それを使って、はい、まあ、2日に1回だけど、結構まだ 8.6 ミリで、この子にすら多い量、パンクで1ミリ使うから、一応構成は、6グラムをふやかしてだいたい7cc、11とか12、13cc くらいになるように作っています。で、無理やり上げることになりますので、ずっと長い時間上げるっていうふうになると、この子が苦しい時間が続いて、そのまま酸素を取り込めないすると辛い時間になってしまいますので、なるべく短く終わらせるように。ただ、無理やり入れてしまいますと誤飲してしまったりとかっていう可能性がありますので、時間を決めて、ここでは3分から5分という形、まあ、今だったら5分でやらせていただくんですけれども、5分間でできるところまで、あくまでも無理をしないようにっていうことですね。食べきらなくても。そうですね。残ってしまった場合には、少し時間を空けて休憩をしてから、この子は呼吸が整ってからですね、もう一度上げるという感じを取らさせていただいておりますので、はい、一応そこだけ気をつけながらですね。ということで、5分タイマーですね、はい、呼吸を考えてやらせていただきます。で、一応ここだとタイマーと、あと赤い光を当てていただいて、注意をさせて、で、そのための目の保護のための目薬ですね、させていただきます。この子の顎の下あたりを持って、軽く持ってあげる方で、見ておいてください。で、前歯がありますので、横からですね、少し入れてあげて、お口がもぐもぐしたところで、1cc くらい入れてあげると、もぐもぐします。これが手前すぎたり奥すぎたりしてもいけないと。手前すぎるとお口の方がご飯が中までいかずにこぼれてしまうし、奥すぎると誤嚥してしまう可能性がありますので、まあ、こう口を動かしてくれますので、で今お口動くのが止まりましたので、そしたら今食べてみます。置いてあげて、また入れてあげる。朝だと食欲があったので、いっぺんに 2cc とか 3cc 入れてあげても、素直に食べてくれないので、この時間になりますと、2時間とか3時間おきにご飯あげてますので、やっぱりどうしてもお腹が空いてない時間がずっと続いてしまう。夜は丸々置いてあるご飯だけになりますので、朝一番はそんなに多く食べてくれるんですけど、今は無理をしないようにということなので、1cc ずつ上げていきます。はい、
少数がお部屋の方でも自分で食べてはいるんですけど、ペレットは食べないということがあったので、いい感じですね。口に入れてあげれば食べてくれるので、この煮込んだのかどうかと思います、ね、うん、口の中に入っていても口動かさずに出たりという時間があったりするので、少し口元を刺激してあげると動く、刺激しても動かなかったらもう口の中に入ってないのかなと思って、あとまた CC もう一回入れた。ママ来たよ、ママ来たよ。まあ、少しこぼれてしまうのは、どうしても仕方ないので、なるべくこぼれてこないように、さっきの、お昼過ぎとか2時とか3時くらいに上げた時には、12cc を5分間で上げることができたんですけども、やっぱり今だと半分くらいで、3分経ったところで、やっぱり夕方になるとどうしても上げれる量っていうのが少なくなってしまうかなと思いました。セラちゃんのカルテは？今5分終わって、残りが 3cc になりますので、もともとが 11cc なので8cc くらいで、もともとの、ドライの状態からドライ 6g の 11cc になりますので、だいたい2倍くらいにふやかしているという考えると、 8cc だったら 4g くらいペロッと食べた実際になりますので、はい、ふやかす前の状態でだいたいどのくらい食べたのかな、これは分かりやすい感じでやっていただくとイメージします。じゃあ今、5分終わりましたので、またお部屋の方で休憩させて、休憩の方でさせていただきます。はい。